こんにちは。今回は、高分子評価セミナー DSC 基礎編4としまして、ポリマーブレンドとゲルについてお送りします。昨今世に出ている高分子系材料の多くは、単一高分子成分ではなく、複数の成分を混合した材料です。例えば、過素材が添加された高分子、異種高分子ブレンド、高分子溶液やゲルなどです。 このような高分子混合系では石成分ががが混混ざざるるかかららないい特性に強く影響すす。こと知れてま均一に混ざらないポリマーブレンドでは総分離構造を形成する例が報告されておりその構造を利用して材料解質につなげたり多項性物質を作ったり 1一成分が液体の場合はゲルとしてギコ体性を付与させたりという事例もあります2種類の高分子の混合特性を表現する一般的な理論としてフローリー・ハギンズ理論が知られています詳しい説明は省きますがその理論を少し紐解いてみましょうポリマー成分を 繰り返し単位が地図つなぎになったものと考え格子に詰めていくというモデルで混合自由エネルギーをこのエントロピー項とこのエンタルピー項の足し合わせとして記述していますエントロピー項に十5度にあたるパラメータが入っていることエンタルピー項に異種成分間の相容性の良し悪しを表す カイパラメータがが入っていることがミソです。例えばポリマーブレンドのメルトを冷却すると相分離して構造を作るという現象はカイパラメーターの温度依存性が影響しているケースがありますし溶液10をしていて最初は均一な溶液なのに10号が進むと 沈殿が出てくるという現象はエントロピー項に10合度と関係するパラメータが入っていることで説明できます先ほどのエントロピー項とエンタルピー項がどういうバランスかによってエネルギーを組成に対してプロットしたエネルギーダイアグラムの形が変わってきまます相容すす相るるかか分離するかはこの形で決まります。 元々の濃度ファイから素性の異なる A 層と B 層に総分離する場合、総分離後のエネルギーは総分離素性の2点を結んだ線上の点となります。エネルギーダイアグラムが凸型の場合、総分離した場合のエネルギーより混合自由エネルギーの方が低く、相用状態の方が安定です。一方、二重移動型の ダイアグラムの場合総分離した場合のエネルギーの方が低くなり総分離する方が熱力学的に安定ですさて実際のブレンド材料が総用系かそれとも総分離系かは DSC でガラス転移を測定するとある程度判断できますガラス転移温度の異なる成分 A と成分 B を混ぜた場合総用系では ブレンドのガラス転移温度はこの中間の温度域に1つ現れます一方で総分離系の場合 A リッチ層 B リッチ層それぞれの層におけるガラス転移温度が観測されますただし総分離構造のスケールによっては別々のガラス転移温度として観測されないこともありますでは DSC 測定例を見ていきましょう 高分子とカス材のブレンドは代表的な相容型ブレンドです。カス材含量を変えた3種類のポリ塩化ビニルサンプルの測定結果を示しています。カス材が多くなるに従い、ガラス転移がより低温で観測されていることがわかります。高分子カス材系のガラス点移温度はこのフォックス式にてよく表現できることが知られています。 創用系ブレンドのガラス転温度は各成分のガラス転温度と重量分率で記述されるという経験式の一つです。過素材は一般に高分子と親和性が良くガラス転温度が低い成分が用いられますのでブレンドのガラス転温度は過素材のガラス転温度に引きずられるように低温化していると言えそうです。 次に、総分離系ポリマーブレンドの測定例を示します。ポリプチレンテレフタレートとポリカーボネートのブレンドです。通常の低速消音 DSC では、他の熱イベントにガラス転移が埋もれてしまっていたため、モジュレーテッド DSC を測定しています。モジュレーテッド DSC については、基礎編2の動画でより詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。 ガラス転移が反映される熱容量成分のヒートフローは青で示すリバーシングヒートフローです。重なっていた結晶化などの熱イベントはノンリバーシングヒートフローに反映されるため、青のチャートではガラス転移が分離抽出されクリアに観測できています。PBT リッチ層のガラス転移。 PC リッチ層のガラス転移の2つが観測されており、層分離系であることがわかります。では、ゲルに話を移しましょう。温度を変えると、層用から層分離へと状態が変化する温度応答性ゲルの中には、その転移を DSC で捉えることができるゲルもあります。例えば、ポリイソプロピルアクリルアミドは、 低温の水溶液中では水和状態にありコイル状のコンフォメーションで分散していますが温度を上げるとある温度で一斉に水和が外れ総分離しゲル化することが知られていますその転移を DSC で観測すると相用総分離の転移に伴って吸熱ピークが観測されます 水和から観察解放された水が獲得するエントロピーがとても大きく、比較的大きな転移熱が観測されています。標準的な DSC で十分測定可能な熱量です。ゲルは材料によって転移機構が多種多様で、 低位熱量やゲル化剤濃度によっては標準的な DSC での測定は難しく好感度 DSC の使用が適切な場合もありますこのグラフはゼラチンゲルを弊社のナノ DSC で測定した結果です縦軸がこれまでのチャートと逆転していることにご注意ください下向きの変化が発熱方向で急熱ピークが観測されています ゼラチンは加熱すると、低温で形成していた三次元架橋構造が崩壊し、さらに一本差のコンフォメーションもヘリックスからランダムコイルに転移することが知られています。これに伴い、ゲルからゾルへの変化が起き、一見劇的な変化のように思いますが、比較的熱的な変化としては小さいです。 標準的な DSC で測定可能なサンプルもありますがこのゲルの場合ゲル化剤濃度が低いサンプルは好感度 DSC の方がより良い結果が得られますまた粘弾性が著しく変化するゲルゾル転移ではレオロチー測定も有効な測定手法です感度よく転移を観測できますし ゲルの硬さの定量評価も可能です。先ほどのゼラチンゲルの10%ゲル化剤サンプルの測定例を示しています。ゲルからゾルへの転移に伴って、5桁にも及ぶ弾性率の変化が観測されています。レオロジーの説明動画もアップしていますので、ぜひチェックしてみてください。 この動画では、ポリマーブレンドとゲルを対象として、相用相分離の基本、相用系のガラステイン温度、相分離サンプルの測定例、ゲルの測定例について説明しました。動画のスライドをダウンロードできるページのリンクを概要欄に貼っておきますので、ぜひダウンロードお願いします。カタログやその他の他 技術情報のリンクも合わせて載せていますのでチェックしてみてください。ではまた別の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。